続きましてエントリーナンバー78番九州デザイナー学院楠田さんの作品です。タカハのイメージカラーである赤色をメインカラーにポップでワクワクするようなポスターに仕上げました。コントラストの強いカラーにすることで目を引くことができるように工夫しています。また自販機の中にソレノイドを入れることで暮らしの中の身近にあることを伝えられたらいいなと思っていますとのことです。これもまた皆さん、はめ込みプラスターになった。ああ、はい。スクリーントーンなやつみたいな感じですね。うん。ラウシンバーグな感じですね。ソレノイドを売ってる、ソレノイドの配信、ね、はい、入ってる自動販売機でソレノイドを売ってるっていう。すごいですね。絶対買えますし、このキャラクター。ああ、いいですね。はめ込みプラスターこれも、はい。うん。星の感じも、うん。いい感じ。うん。はい、ありがとうございます。